プーチン逮捕へロシア陥落ち下でついに ICC が決断ついにプーチン政権が終わりを迎えようとしていますお疲れ様ですおかけ考察系 YouTuber 動画をご覧いただきありがとうございます本日のテーマはプーチン逮捕へウクライナの反撃が激化する中ウクライナ軍のロシアへの大規模進撃が止まりません2024年8月 ウクライナ軍はロシア西部クルスク州へ大規模な進撃作戦を開始しました。この予想外の展開はロシア軍に衝撃を与え、プーチン政権の脆弱性を露呈させる結果となりました。ウクライナ軍はロシアとの国境から約30キロメートル内陸まで進軍し、複数の戦略的拠点を制圧しています。特に注目すべきは、欧州向けロシア産天然ガスの中へ、軽地点である筋の制圧です。 この電撃作戦の背景には、ウクライナ軍の綿密な計画と戦略的思考がありました。第8独立空挺旅団をはじめとする精鋭部隊を投入し、ロシア軍の防衛線を突破。さらに制圧地域にすきやかに防衛陣地を構築することで、ロシア軍の反撃を困難にしています。ウクライナ軍の目的は、単なるロシア領土の占領ではありません。 クルスクからベルゴロドへのロシア軍の鉄道補給路を遮断し、ウクライナ北部ハルキ方面に展開するロシア軍の後方支援を取らつことが主眼とみられています。この作戦が成功すれば、ロシア軍の戦力は大幅に低下し、ウクライナ軍の反攻にさらなる始みがつくことでしょう。ウクライナ軍の進撃は軍事的な成功にとどまらず、心理的な影響も大きいものがあります。 ロシア国内で不可侵と考えられていた本土への侵攻はロシア国民に大きな衝撃を与えましたこれによりプーチン政権の強さのイメージが大きく損なわれ国民の間に不安と動揺が広がっていますまたこの作戦の成功はウクライナ軍の能力と作戦立案能力の高さを示すものでもあります西側諸国からの軍事支援と訓練の成果が 実戦で証明されたと言えるでしょう。これにより、ウクライナへの国際的な支援がさらに強化される可能性も高まっています。ウクライナ軍の進撃速度は驚異的で、ロシア軍が最も成功していたボロス方面と比較しても5倍から10倍のペースで速いと言われています。この急速な進撃は、ロシア軍の防衛体制に大きな穴があったことを示唆しています。さらに、 ウクライナ軍は最新の技術も駆使しています。例えば、ドローンを使用してロシア軍のヘリコプターを撃墜するなど、革新的な戦術を展開しています。これは、現代戦における技術の重要性を改めて示すものとなりました。ウクライナ軍の作戦は前線を押し進めるだけでなく、ロシア軍の後方拠点も狙っています。 例えば、クルスク州よりさらに奥にある飛行場へのドローン攻撃に成功し、重要な弾薬庫を破壊しています。これは、ロシア軍の補給船を断ち切り、戦闘能力を低下させる効果的な戦略と言えるでしょう。このような急速な進展は、ウクライナ軍の戦略的優位性を押し示すと同時に、ロシア軍の防衛体制の脆弱性も露呈させています。 軍事専門家たちはこの進撃ペースが今後も維持されればモスクワ陥落も視野に入ってくると指摘していますそうなれば大統領が逮捕されることも現実味を帯びてくるのですロシア軍が大混乱ウクライナ軍の電撃作戦に対しロシア軍の対応は後手に回りましたプーチン大統領はゲラシモフ報告に激怒したと伝えられていますロシア軍は急遽 約6600人規模の部隊をクルスク地域に再配置しましたが、これはパッチワーク的な対応に過ぎず、根本的な解決には至っていません。さらに、ロシア軍の増援部隊が、ウクライセナ軍の待ち伏せ攻撃を受け、大きな損害を被ったとの報告もあります。ロシア軍の対応の遅れと混乱は、軍の指揮系統の問題や、プーチン政権の判断ミスを浮き彫りにしています。 この事態を重く見たロシア国防省は、クルスク原子力発電所の警備を強化し、周辺住民の避難を開始しました。しかし、避難のト配が不十分であるとの批判も上がって、オセリ、ロシア政府の危機管理能力に疑問符がついています。ロシア軍の混乱は戦術的な失敗にとどまりません。これは、プーチン政権の統治能力そのものに対する信頼を揺るがす事態となっています。 軍事ブロガーたちからの批判の声が高まり、ロシア国民の間でも不安と不満が広がっています。特に注目すべきは、ロシア軍内部での動揺です。一部の報道によれば、クルスク州で戦闘に参加していたチェチェン共和国史の特殊部隊アマトが撤退したとされています。この隊が撤退したとすれば、 ロシア軍の指揮系統や部隊間の相互信頼に深刻な問題があることは間違いありません。一般のロシア兵士の間でも、指揮の低下や脱走の増加が報告されており、軍の崩壊の軌道も見え始めています。このような状況は、プーチン政権の軍事力に対する過信と、現実の戦場での実態とのギャップを浮き彫りにしています。長年ロシアは軍の近代化と 強化を進めてきたとされていましたがウクライナでの戦闘を通じてその実態が疑問視されるようになりました装備の不備、兵士の訓練不足、補給システムの脆弱性など様々な問題が露呈していますさらにロシア軍の戦術面での硬直性も指摘されていますウクライナ軍の柔軟な作戦に対しロシア軍は旧来の競技に縛られた対応しかできず 状況に応じた適切な判断ができていないというのですこれはソビエト時代からの軍の体質が現代の戦争の形態に適応できていないことを示していますプーチン政権にとってこの事態は軍事的な敗北以上の意味を持っています長年強いロシアのイメージを国民に植え付けてきたプーチン大統領にとって自国領土への侵攻を許すことは政治的な致命傷となるからです このような状況下で、ウクライナ軍の進撃は、プーチン政権の正当性そのものを揺るがす事態となっています。国民の間では、なぜこのような事態を招いたのか、政府は本当に国民を守ることができるのか、といった疑問の声が高まっています。すでに発行されている、プーチン大統領に対する逮捕状、ウクライナ軍のロシア本土進撃は、国際社会に大きな衝撃を与えました。 欧米諸国はウクライナのの行行動をを自衛権の行使とししてて支持すする姿勢を示していますアメリカと EU はウクライナによるロシア領内での戦車など兵器の使用を容認する方針を明らかにしましたこの動きを受け国際社会はロシアに対する制裁をサラすワに強化する方向で動き出しています特にエネルギー分野での制裁が注目されていますウクライナ軍が制圧した筋は 欧州向けロシア産ガスの中継地点ですこの拠点の制圧によりロシアのエネルギー輸出に大きな打撃が予想されます国連安全保障理事会ではロシアの行動を非難する決議案が提出される見込みです中国やインドなどこれまでロシアに理解を示してきた国民も態度を変えつつありますロシアの国際的孤立が深まる中 プーチン大統領の立場はますます厳しいものとなっていますさらに国際刑事裁判所 ICC はウクライナでの戦争犯罪に関する調査を加速させていきますプーチン大統領に対する逮捕状がすでに発行されている中新たな証拠が集まればさらなる法的措置が取られることも考えられます国際社会の反応は非難や制裁にとどまりません 多くのの国がウクライナへの軍事支援をを拡大すする方針を示しています例えば、アメリカは最新の戦闘機 F16 の供与を決定し、ドイツは高性能な対空防衛スシステム、i r i s t の追加提供を表明しました。これらの支援は、ウクライナの防衛力を大幅に強化し、ロシアへの圧力をさらに高めることになるでしょう。 ロシアの金融機関の多くが SWIFT から締め出され、ロシア中央銀行の外貨準備へのアクセスも制限されています。これにより、ロシア経済は大きな打撃を受け、ルーブルの価値は急落しています。インフレの加速、失業率の上昇、外国企業の撤退など、経済面での困難がロシア国民の生活を直撃しています。さらに、文化やスポーツの分野でも、ロシアの孤立が進んでいます。 多くの国際的な文化イベントやスポーツ大会からロシアの参加が排除されています。これはロシア国民、特に若い世代に大きな影響を与えており、プーチン政権への不満を高める要因となっています。国際社会のこのような対応は、ロシアに対して侵略行為は許されないという強いメッセージを送るものとなっています。同時に これはウクライナの主権と領土保全を支持する国際社会の決意を示すものでもあります。急速に広がるプーチン政権への不信感。ウクライナ軍のロシア本土進撃はプーチン政権にとって未曽有の危機をもたらしています。ロシア国民の間では政権への不信感が急速に広がっています。特にクルスク州など、 戦闘が行われている地域の住民からは政府の対応の遅さや情報開示の不足に対する強い不満の声が上がっています SNS 上にはウクライナ軍が侵攻した地元住民が国民に直接助けを求める動画が拡散され情勢が安定しているという政府の発表は嘘ですこのままでは戦闘に巻き込まれてしまいます助けてくださいといった切実な訴えが次々と投稿されています これらの声は、プーチン政権の当治能力に対する信頼が急速に失われつつあることを示しています。また、ロシア国内のメディアや軍事専門家の間でも、今回の事態に対する政権の対応を批判する声が目立ち始めています。特に軍事ブロガーたちからの批判は厳しく、クレムリンはこの状況を完全に無視している。 将軍たちをどやしつけるよりも自分たちが盗んだ資産を隠匿する方が気楽なのだろうといった辛辣なコメントが続いていますこれらの状況はプーチン大統領の権力基盤を大きく揺るがしています特に軍や治安機関などこれまでプーチン政権を支えてきた勢力の間でも不満や動揺が広がっていることは深刻です反プーチン勢力の動きも活発化しています 亡命中の野党指導者たちはこの機会を捉えてロシア国民に対しプーチン政権からの離反を呼びかけています国内でも反政府デモや政権批判の動きが小規模ながらも各地で報告されています特に注目すべきは若い世代を中心とした反政権運動の広がりです SNS を通じて情報を共有しオンラインでの抗議活動を展開する若者たちの姿が目立っています 彼らはプーチン政権の情報統制を回避し、海外メディアの報道や独立系ジャーナリストの情報を入手しています。これにより、政府の公式発表と現実のギャップが明らかになり、政権への不信感がさらに高まっています。また、経済面での影響もプーチン政権の支持基盤を揺るがしています。西側の制裁により、多くの外国企業がロシアから撤退し、 失業率が上昇しているからです。特に都市部の中間層を中心に生活水準の低下に対する不満が高まっています。これまで経済的な安定と引き換えに政治的自由を制限することを黙認してきた層がプーチン政権への指揮を、図を撤回し始めているのです。さらに地方政府と中央政府の間の圧力も顕在化しています。 戦闘が行われている地域の知事たちは、中央政府の対応の遅さに不満を抱いており、独自の判断で住民避難や防衛体制の構築を進めています。これはプーチン大統領がザガネン築いてきた中央集権体制に亀裂が入り始めていることを示唆しています。このような国内情勢の変化は、プーチン政権の存続にとって重大な脅威となっています。ザガネン。 強権的な手法で反対派を抑え込んできたプーチン大統領ですが、今回の危機は従来の方法では対処できないほど深刻なものとなっています。国民の不満を抑え込むためにさらなる弾圧を行えば、かえって反発を招く可能性が高いのです。プーチン政権はこの危機を乗り越えるために国民に対して説得力のある説明と具体的な解決策を示す権限像、用があります。 しかし、現状では政権の対応は小手に回っており、国民の信頼を取り戻すのは容易ではないでしょう。この状況が続けば、ロシア国内の政治的不安定さがさらに増し、プーチン政権の崩壊につながることも否定できません。国連が侵略犯罪に関する特別法廷を設立。プーチン大統領が逮捕される可能性が現実味を帯びてきた背景には、国際司法の動きがあります。 今回のウクライナ軍のロシア本土進撃を受け、ICC は、ICC はウクライナでの戦争犯罪に関する調査をさらに加速させています。特に民間人を標的にした攻撃や文化遺産の破壊など、新たな証拠が集まれば、プーチン大統領に対する追加の措置が行われる可能性があります。ICC の動きは見せかけではなく、実際に ICC の逮捕状によって、 プーチン大大統領の行動範囲は大きく制限されています例えば、2023年8月にマニアフリカで開催されたブリックス首脳会議に、プーチン大統領は出席を見送りました。これはマニアフリカが ICC 加盟国であるため、逮捕のリスクを避けたものと見られています。また、国連の侵略犯罪に関する特別法廷の設立に向けた動きも活発化しています。 この特別法廷が設立されれば、プーチン大統領を含むロシアの指導者層を侵略戦争の罪で裁くことが可能になります。この動きはオランダやウクライナなどが中心となって推進しており、多くの国々から支持を得ています。さらに、各国の国内法に基づく措置も考えられます。例えば、ドイツでは、 世界管轄権の原則に基づき他国で行われた戦争犯罪であっても自国の裁判所で裁くことができます実際にシリアの元情報機関幹部を戦争犯罪で有罪とした前例もありますこのような国内法に基づく措置は ICC の管轄外であってもプーチン大統領を法的に追求する手段となる可能性がありますこれらの動きは プーチン大統領の国際的な活動範囲を一層制限しています g ー0などの国際会議への出席も困難になっておりロシアの外交的孤立はますます深まっていますまた海外の資産凍結などの経済制裁によってプーチン大統領個人の行動の自由も大きく制限されていますプーチン大統領の逮捕が実現するためにはいくつかのシナリオが考えられます 最も可能性が高いのは、プーチン大統領が ICC 加盟国を訪問した際に逮捕されるケースです。また、ロシア国内でクーデターが起こり、新政権がプーチン大統領を ICC に引き渡すというシナリオも考えられます。また、ウクライナ軍のロシア内部への侵攻がこのままの勢いで続けば、モスクマは陥落により、プーチンが追い詰められるという展開もあり得るのです。 国際社会の圧力が強まり、ロシア国内の不満が高まる中でプーチン大統領の立場は確実に弱まっています今後の展開次第ではプーチン大統領の逮捕というかつては想像もできなかったシナリオが現実のものとなる可能性も否定できません特に注目すべきはロシア国内のエリート層の動向ですこれまでプーチン政権を支持してきたオリガルヒや 母、艦たちの中にも西側の制裁の影響や国際的孤立を懸念する声が出始めています。彼らが自身の利益を守るためにプーチン大統領を見かぐり、新たな指導者を擁立しようとする可能性も考えられます。また、軍部の動向も重要です。ウクライナでの戦況の悪化や国際的な批判の高まりを受けて、軍内部でも不満が蓄積しています。 特に若手将校たちの間ではプーチン大統領の戦略に疑問を呈する声も出ています。彼らが中心となって軍事クーデターを起こす可能性も完全には否定できません。さらに国際社会の動きも注目されます。西側諸国はプーチン大統領の逮捕に向けてさらなる法的外交的圧力をかける可能性があります。例えば、 ICC の権限を強化するための新たな国際条約の締結やプーチン大統領の資産を追跡凍結するための国際的な協力体制の構築などが考えられますプーチン逮捕後のロシアをどうするかという問題も重要ですプーチンの逮捕が現実のものとなるかどうかは今後のウクライナ情勢の展開と国際社会の対応にかかっています ウクライナ軍の進撃が続けばロシア国内の不満はさらに高まりプーチン政権の基盤は一気に弱体化し崩壊する可能性も十分に考えられますプーチンが孤立すれば彼を逮捕するのは容易になるでしょうしかしその際に重要なのはプーチン大統領個人の処遇だけでなくロシアという国家全体の将来を見据えた対応が必要だということです プーチン後のロシアをどのように国際社会に再統合していくのか、そのビジョンを示すことが、現在の危機を平和的に解決する鍵となるからです。特に重要なのは、ロシアの民主化と法治国家への移行を支援することです。プーチン大統領が逮捕された後、ロシアが再び権威主義体制に陥らないよう、国際社会が協力して民主的な制度の構築を支援する必要があります。 これには自由で公正な選挙の実施支援、独立したメディアの育成、市民社会の強化などが含まれるでしょう。また、ロシア経済の再建も重要な課題となります。西側の制裁により打撃を受けたロシア経済を立て直すためには、国際的な協力が不可欠です。 ただし、この経済支援はロシアの民主化や人権状況の改善と連動させるべきでしょう。さらに、地域の安全保障体制の再構築も必要となります。NATO とロシアの関係を再定義し、欧州全体の安全保障を確保するための新たな枠組みを構築することが求められます。これには、軍縮交渉や信頼醸成措置の実施、 地域的な安全保障協力メカニズムの構築などが含まれるでしょう。国際社会はこの危機を単なる一国の問題ではなく、国際秩序全体に関わる問題として捉える必要があります。プーチン大統領の逮捕とその後の世界秩序の再構築は、21世紀の国際関係のあり方を決定づける重要な転換点となる可能性があります。 この過程で国連をはじめとする国際機関の役割も再評価されるべきです。安全保障理事、会の改革や、より効果的な平和維持活動の実施など、グローバルガバナンスの強化に向けた取り組みが求められます。プーチン大統領の逮捕という可能性は、国際社会に大きな課題を突きつけると、同時により良い世界を作り出すチャンスも提供しています。この機会を生かし、 平和で公正な国際秩序の構築に向けて各国が協力して取り組むことが求められています。最後に、この危機を通じて学んだ教訓を将来の国際関係に生かすことが重要です。一国の指導者の独断的な行動がいかに世界の平和と安定をおぼかす可能性があるかを私たちはまざまざと見せつけられました。このような事態を防ぐために 国際法の強化やこのような事態を防ぐためには国際法の強化や多国間主義の推進そして民主主義的な価値観の共有が不可欠ですプーチン大統領の逮捕とその後の世界秩序の再構築は決して容易な道のりではありませんしかしこの困難な課題に取り組むことで国際社会はより平和で公正な世界を実現する可能性を手にすることができます 国際社会が一丸となってこの歴史的な転換点を乗り越えより良い未来を築くことを期待したいと思います。あなたはプーチン大統領が逮捕される可能性についてどう思いますかぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしています。